皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。名手ブッフォン、フルス PSG に飛び交う政治系論争を一刀両断。ナンセンス。コスタリカ代表 GK ナバスとイタリア代表 GK ドンナルマが熾烈なレギュラー争い。フランスの強豪パリサンジェルマン PSG は、今夏にイタリア代表 GK ジャンルイジドンナルマを獲得。欧州選手権ユーロでイタリアを優勝に導いた守護神と、コスタリカ代表 GK ケーラーナバスのポジション争いについて、元イタリア代表 GK ジャンルイジブッフォン・パルマがコメントしている。PSG は2019年夏にスペインの強豪レアルマドリードからナバスを獲得。そして今季に向け、イタリアセリエ A の名門 AC ミランと契約が満了したドンナルマを迎え入れた。これにより、ハイレベルなポジション争いが勃発するとともに、どちらが第一 GK なのかという論争が巻き起こることになった。これまで開幕から公式戦ではナバスがゴールを守ってきたが、9月の国際 A マッチウィーク明けのリーグ戦でドンナルンマが初出場。その後、現地時間15日のUEFAチャンピオンズリーグ CL のグループステージ第1節クラブブルージュ戦1対1ではナバスが起用された。リーグ戦と CL での使い分けなど、多くの意見も飛び交っている。PSG でのプレー経験を持ち、今季からイタリア、セリエ B のパルマに移籍して、43歳にして現役続行を決断した元イタリア代表 GK ブッフォンは、カタール資本の衛星放送 BeIN スポーツのインタビューで、こうした論争をナンセンスと一刀両断している。PSG のようなチームに2人の強力な GK がいる場合、スターターやセカンドの話をする意味があるのだろうか。その時のコンディションや調子の状態に応じて、どちらかがプレーする。二人の強力な GK がいる時に、どちらかを選ばなければならないのは残念なことだが、二人に同列なチャンスがあるのは正しいことだ。ブッフォン自身もユベントス時代の後期には、ポーランド代表 GK ボイチェフスチェスニーと併用される時期を過ごした。GK というチームに一つしかないポジションだけに争いがクローズアップされる面はあるものの、序列をはっきりさせる必要はないという意見を話している。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。